今日、東京都内のホテルで仮契約を結んだドラフト1位指名の常廣羽也斗投手。担当スカウトが同席した交渉の場で契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1600万円の提示を受けました。大学野球を卒業して、もういよいよプロ野球選手になるんだなっていう、そういう実感が湧いてきました。今年の全国大学野球選手権で MVP にも輝いた最速155キロ右腕。1年目の目標を問われると。1年目なので、やっぱりまずは新人王っていうのを目標に頑張っていきたいです。新入団会見は来月13日に行われます。